1953から1954シーズンの NBA は NBA の8回目のシーズンである。シーズンは1953年10月30日に始まり、1954年4月12日に全日程が終了した。ドラフトでは、レイ・フェリックスがボルティモア・ブレッツから全体1位指名を受けた。またボブ・ホーブレッグス、リッチー・リーガン、フランク・ラムジー、 クリフ・ヘーガン、ジャック・ジョージ、ケニー・シアーズが指名を受けている。また地域ドラフトでは、ニューヨーク・ニックスから、ウォルター・デュークスが指名を受けた。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。チーム数が8にまで減ったことで、プレイオフの方式が、またもや変更された。 プレーオフは各、デビジョンごとにレギュラーシーズンの勝率上位3、チームによるリーグ戦が行われ、その上位2チームでファイナル進出をかけて、デビジョン決勝を争った。デビジョン決勝は3戦2勝制、ファイナルは7戦4勝制である。ウエスタンデビジョンイースタンデビジョンミネアポリスレイカーズが、前人未到の3連覇を達成し、5度目の優勝を飾った。 1951年にロチェスター・ロイヤルズに阻まれなければ6連覇の可能性さえあった。レイカーズは30歳を迎えたジョージ・マイカンが故障箇所を多く抱えるようになり数字の面ではやや衰えを見せ始めていた。レギュラーシーズンの平均得点は初めて20得点を下回り18.1得点14.3リバウンドの成績だった。 しかし、それでもマイカンは十分支配的なセンターであり、チームをリーグ最高勝率に導いた。また、前期のドラフトで指名し、今期からチームに合流した206センチメートルのセンター、クライド・ラブレットが、プレイオフに入って、大活躍した。イースタンでは3年連続ファイナルに進出し、このシーズンもデビジョン首位に立ったニューヨーク・ニックスが、 プレイオフのリーグ戦まっさかの4戦全敗を喫し、早くも姿を消した。プレイオフは、シラキュースナショナルズが勝ち進んだが、その過程で故障者が続出し、マスコミは彼らを、バンデージブリゲードと呼ぶようになった。ファイナルは、包帯部隊を王朝レーカーズが一周するだろうと、予想されたが、シリーズは、意外にも第7戦までも連れ込んだ。 第6戦では63から63の同点で、迎えた第4球残り4秒、NBA では80試合しかプレーしなかった、ジムニールが決勝シュートを決め、65から63でナショナルズが勝利し、シリーズは第7戦へと突入した。しかし傷だらけのナショナルズは、第7戦でついに力尽き、レイカーズが序盤に奪ったリードを一度も譲ることなく87から、 80で勝利した。NBA の初代王朝を築いたレイカーズは、この優勝が1950年代最後の優勝となった。このシーズン終了後、レイカーズの心臓であったジョージ・マイカンが突如引退を表明し、世間を驚かせた。マイカンは未だリーグのトップ選手であったが、すでに肉体は悲鳴を上げていた。マイカンは、 NBL を含め、計7回の優勝を手に、NBA から去ることになった。マイカンの去ったレイカーズは、初代王朝の終焉期を迎えるが、すぐに最高に成功する。しかし次の絶頂期は、ボストンセルティックスの絶頂期とも重なってしまい、レイカーズが次に優勝を手にするまで18年を待たなければならない。ありがとうございます。